こんにちは、デリッシュキッチンです。クリア朝日の提供で豚バラキャベツの無水ドーム鍋を作ります。寒い時期にぴったりな鍋と一緒にクリア朝日を楽しもう。結局飲みやすくて美味しいのが一番。キャベツ1/2個は食べやすい大きさに切ります。豆苗1パックは根元を切り落として半分に切りましょう。ボウルにネギのみじん切り1/3本分、生姜のみじん切り1かけ分、砂糖大さじ1/2、お酢大さじ2、醤油大さじ2、ラー油大さじ1/2を入れて混ぜます。鍋にキャベツを入れてこんもりとしたドーム状になるように形を整えましょう。豚バラ薄切り肉 400g を広げてキャベツに巻きつけるように全体にのせます。豆苗を周りに敷き詰め、酒大さじ3を回しかけましょう。蓋をして中火で加熱し、蒸気が上がってきたら弱火で15分ほど蒸します。ピリ辛ラー油だれをかけたら完成です。クリア朝日と冬を楽しもう。フォロー&いいね&コメントキャンペーン実施中。詳しくはインスタグラムをチェック。以上、デリッシュキッチンでした。